新宿区立漱石参謀記念館は夏目漱石の生誕150周年を記念して東京都新宿区が開設した記念博物館である2017年9月24日に開館した漱石は新宿区で生まれ育ちまた1916年の死没までの9年間を現在の新宿区和稲田南町の漱石参謀で過ごした漱石参謀は 漱石の弟子や知人など多くの文人が集うサロンの様相を呈していたが、1945年の空襲で消失し、戦後その敷地の半分は漱石公園、残る半分は区営住宅となっていた。2011年、この区営住宅の建て替え、移転を機に、区では漱石公園の敷地と合わせて、かつての漱石三本を再現した。 日本初の本格的な宗石記念館を建設することを決定した。記念館では、宗石がこれまでに残した文学作品を多数蔵書するとともに、宗石に関連する様々な展示資料を掲示した常設展をはじめ、随時宗石そのもの、または宗石との関わりのある人物や文学についての企画展示会、講座などを展開する。展示資料としては、 道草、明暗の原稿の草稿、宗石の弟子、松根東洋城に送った葉書、画家、津田製風作の宗石先生像の画賛をはじめ、宗石の書籍の初版本の多くがある。ちなみに、宗石講演開演時間は、下記の通りとなる。ありがとうございます。